交互を売るならツーロフ。はい、こんにちは、ツーロフィルマ店の山田とツーロフアシスタントのすーちゃんです。本日は全ネジを一番楽に切れる工具は何なのか決定させていただきます。今回ご用意したのがこちら、全ネジカッター、ディスクグラインダー、チップソー切断機、バンドソーになってます。こちらを使って全ネジをそれぞれ切ってみて、切断の楽さと切断面の綺麗さについて比較させていただきます。結論、やっぱり全ネジカッターがおすすめ。それでは本編どうぞ。はい、じゃあまずグラインダーで切っていきます。はい、切れましたが、見えますかね、バリが出ちゃってて、これナット入れると思うんですけど、このままだと入りません。なんでこれもバリを取ってあげる必要があります。グラインダーだと全ネジ上についてることも多いと思うんですけど、火花が出ちゃうのでちょっと危険かなと思います。まあ、切る人は切るのかもしれないですけど、個人的には初心者にはあんまりお勧めしたくない方法ですね。じゃあ次、チップソー切断機で切っていきます。よし、さっきよりは綺麗で入りますかね。ちょっと試してみますね。あ、入りますね。お、いい。あ、これはいいっすわ。切断面が綺麗で、まあこれに関しては床置きなので上では切ることはできません。まあ、もしこれ台付きなんですけど、台が付いてないチップソーだったら切れると思います。はい、じゃあ次バンドソーで切っていきます。はい、ちょっとバリが出ちゃいましたね。試しに切ってみたときはもうちょっとうまく切れたんですが、入るんでしょうか。あ、でも入りますね。はい、こちらも切断面は割と綺麗に切れるということが分かりました。で、バンドソーはこちらポータブルなんで上で切ることもできます。ちょっと重いですけどね。じゃあ最後、全ネジカッターで切っていきます。はい、早いですね。で、切断面がこんな感じです。入りますかね。はい、問題なく入りますね。で、こちらに関してはポータブルバンドソーよりも軽いので、まあ、楽に切れるし、上もこういう感じでインパクト持つ感じで切れるので、楽に早く切ることができます。はい、ここまで切っていきましたが、どうでしたか。はい、やっぱり全ネジカッターは専門の道具だけあって、楽で早くて安全な工具だなと思いました。楽で早くて安全、確かにその通りですね。価格についてなんですが、どれも本体のみで全ネジカッターが約4万5千円、ディスクグラインダーが約1万9千円、バンドソーが約3万円、チップソー切断機がこちらマキタの最新モデルだと約3万1千円となっております。全ネジカッターは結構高いですね。そうですね、なので個人的には全ネジカッターは全ネジを1日に何本も切る人に特にお勧めさせていただきます。逆にそこまで本数切らない人にとっては、汎用性のあるディスクグラインダーだったり、チップソー切断機、バンドソーの方がいいのかなと個人的には思います。なるほど、自分の使用状況を考えて買うって感じですかね。そうですね、ぜひ全ネジを切る工具選びの参考にしていただければ幸いです。ツーロフコメントコーナー。今回のコメントはですね、廃校期コードレス囚人期の動画でいただいたコメントから読ませていただきます。コメントありがとうございます。ありがとうございます。全体的なバランスは廃校期の方がよくできているなと思います。買おうか検討していたのですが、バッテリーがないので諦めました。バッテリーが安く手に入ればこれはぜひ欲しい一品です。マキタはデザインは嫌ですが、ノズルはローラーがついてるのでいいなと思いますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにマキタで今全部揃えていて、そこから廃校期に全部変えるとなるとかなりの金額かかっちゃいますから、まあ、なかなか手が出ないっていうのもその通りだと思うんですが、個人的には廃校期さんをしているので、それでも廃校期さんに変えるメリットはあるのかなと思います。
まあ、マキタンのノズルに関しては確かにコロコロついてるのでもうかなりいいと思います。そこに関してはマキタさんすごく勝っていると思います。コメントありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、全ネジを切る際にいつもどの工具を使っているよだったり、あとはこうやって切ったら全ネジうまく切れるよってことがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければ幸いです。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。